で蒸しと思ったらさっきのあのえのきの傘傘こんだけでいいですよ。白菜はでも水分出るからあんまりね向いてないと思う。向いてる向いてる向いてる。あら太るから、まあ醤油はあんにゃ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 ってぐらい。秘伝のタレを持ってきます。ちょっと一旦鼻かいて、はい、これ秘伝のタレですね。あっぶねー。今日はすき焼きです。つけたいと思います。うん、俺映ってる？映ってないで。うん、映りたい。昨日作った女そっちよ。うん、うわ美味しそう。油引きます。肉と全然ちゃうやん。せえ、あ、そうやね。あれ牛？あれ牛やで。うん、ほらめっちゃ入れるな。オリーブオイル。オリーブオイルやったらあれ使って。お水セルフで。うん、何でもいい。ごめんな。うん、これアイカ自分で作ってみてんけど、味はもう自分で調整して、ここに砂糖と醤油、あれ醤油は今置いてんけど、どっか行った、うん、あ、後ろごめん、後ろの、あの、後ろにある、それ、うん、それを足して味付けは分からんじゃってよ。任せろ。あ、卵や卵、忘れてた。一番大事なやつや。うん、ありがとうございます。あ、卵絶対、あと2つぐらいいるよ。うん、じゃあ、お肉焼きたいと思います。うん、野菜は？野菜入れるんで、さっきな、この油を出すの。で、さっきに食べてから野菜入れてもやる。食べていいのこれ？いいよ。こんなん、すき焼きな、これが。うん、これすき焼きやで。マジで。これは入れて。肉炒めやん、これ。とりあえず、さっきはこうするの。食べんの？うん、食べてみて、一回。味を使ったら、まあ、まあ、これは肉炒めやから美味しいのやろ、これ。だって肉炒めやん。どうどう？で、ここに野菜を入れます。薄い？いや、飲みくり炒めやからな。で、これ一回ちょっともう焼いてますね。一手間加えてるっちゅうわけですわ。ちょっと、まあ、玉ねぎは玉ねぎ、玉ねぎじゃなくて何これ、トラック名前忘れた。えのきで、見て、この茶色のえのきもあるね。茶色のえのきも入れちゃいますよって。な、まあ、これさっきほんまはな、硬いやつ先入れなかった。ほんまはな、焼けてる。え、焼いてんの、さっき焼いてん。なんで？え、色目ついてる方が美味しそうや。だから、焼かれてよー。いとこも、あ、これは切らなあかんやつやけど、まあいいか。切る？もうできないで。あ、いらないか、いらない。たくさん少なかったかな。水ごめん、入れてもらっていいですか？水。水？うん、ちょっとだけ。はい。引き分け。まずまずまずいただきます。冷めちゃうから。うん。いただきます。うん。おいしい。おいしくない？うん。じゃあ、あっちゃんは、いただきます。まず食べときな、箸休め。あ、豆腐豆腐豆腐忘れてた。手を洗いましたので、うような気がする。味が薄いような気がするから、ちょっと足します。うん、何してるの？ご飯。あ、ご飯。うん、足らんの？足らん。え、消えてる？消えてました。消えられない
家で素焼きするっていいよな。うん、気をつけや、めっちゃ強烈に熱いが。うん、前の方か、やっぱり白菜がさ、うん、割とあの水分持ってるからさ、うん、結構水分出てるわ。うん、それはそれでいいよ。うん、美味しそうだよな、うん、このクタクタになってる感じがいいよな。うん、なお肉足らんやろ。じゃあ、ちょっとこの来てない、うん、これちょっと初めて食べる、この茶色のエノキみたいなやつ。安かったよ、60何だって、69円で、この、うん、安いな。うん、やっぱり水分が出てるから、うん、どうですか？うん、酒、お酒入れてもいいけど、ここにあの飲み直しな。うん、うん、うん、やっぱりでっか、めっちゃ美味しいやん。うん、美味しいなったな。うん、このぐらいの濃さが美味しいな。うん、ということで、ゆっくり食べます。はぁ、あ、肉肉肉入れた。うん、ナイス。やっぱり白滝美味しいな。もう一個買ってきたけど、うん、まだあだったらあれで。どこに卵の中に出そう、出す、見た？コンコンコンとしてどっかに出そうとしてた。やばい、それはやばい、さすがに。肉美味しいな。美味しい。脂乗ってます。結構ボリュームやろ。うん、もうすぐ、もうすぐ安かったよ。うん、肉隠れてた。うまい。今隠したの？せやな、最初の柿になっちゃうな。うん、すげえ。おぉ、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 見て。うまや、切った方が良くない？これ切った方がいい。まあでも、いけるか。うん、野菜少なかったか。意外と少なかったな、野菜。食べていい、これ。もちろん食べちゃいます。これは、これはできてるの？でき、もうちょっとやったら。いや、美味しい。美味しいな、これ。美味しいな。うん、すき焼きはな、こうやってやった方が美味しいな。うん、最初に肉だけ焼いてた気持ちが分かったやろ。油出してお野菜とか、あの子だけ入れる？いらん。嘘、あれ別になくてもさ、美味しかったからいいで、別に。でもあれ何のためにやったのかまだ分からへん。マジで？まあ何でもいいけど、あれはいるよ。分からん、肯定的に、うん、割と重要や。これ食べれるんちゃう？いけるいける、もうこの辺しなっとなってるやつはいける。結構いい塩梅じゃん。うん、ちょうどやね、この、ちょうどよかった。うん、明日も毎日から太るか。でもあいつこれだけやったら大丈夫やな、ご飯食べてなくて。やろ、脂質はやろ。あ、脂質はあるわな。うん、
これ熱場も意外といけるっしょ、うん、まあ、豆腐美味しい、うん、美味しいやろ、うん、もういけると思うで、結構長いな、でっかー、うわ、ネギ美味しくない？美味しい、結構お腹いっぱいになるな、うん、うん、おいしい、ネギってついついいんじゃん、うん、伊藤くん美味しくない？美味しかった、びっくりした、うん、2人前入れてたらよかったな、1人前しか入れてなかったよ、うん、だって結構量多いところなんですよ。やっぱり何グラム入ってる？451円。でもまあ多いやろ。で1000何倍やろ。1円に400で900円、980円、1000円か。700円だから700円強いね、こっちの方が、うん、あの高い、ね、700円ってだいぶやで。そうやろ、1人前ぐらい変わるよ。あれが美味しいかどうかやけどな。見た感じなんか弱そうやろ。弱そう。ああ、この焼き豆腐いいやろ。うん、このまま売ってないで。あ、そうなの。焼かれてんの。焼き料理してるところも動画撮ってて。あ、そうなん。実は言うと、すき焼きって日本料理やろ。ああ、日本に来たらすき焼きって言うやん。すき焼きか、ラーメンか、寿司か、うん、かすき焼き、ちょっと作るところ、まあ、切るだけやけどな、うん、で、徳飲んでないやな。そう、まだ飲んでない。豊臣秀吉の大好きやったお酒、前買ったやろ、河内長野なんで、これを飲みたいと思います。どんな味かな。なんか糖度が高いって言ってたけど、限定品って書いてるの。うん、で、今のから結構高かったよな、これ。覚えてる。1400円ぐらい。そんな高ないか。え、どうやって出すのこれ。あ無理やんな、こんなに太いの。こっちから出すってこと。それ早く言ってって感じやな。お、え、なんか色、こんな色あったっけ。知らん。え、飴色っていうのは聞いたけど、こんな色やったっけな。え、でも封印されてるから大丈夫だと思うねんけど。買い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 。実食。封印を解きますね。封印って書いてるから。うわ、最悪、はよる。チュララー。どっから入んやろな、これ締め切ってんのに。うわ、最悪の向き方してしまった。豊臣秀吉だけ、あ、豊の部分切れちゃった。じゃあちょっと、うわ、なんか匂ったことない匂いすんねんけど。なんていうのそれ。古いよ。消防士。うん、え、すっごい匂いすんねんけど。これは東京の神社でもらったやつ。こんなんなってんの。やんな、色、やんな、これちょっと色、うん、でもな、熟成型やろ、だから腐るはずはないやろ。冷蔵庫にずっと。あ、でも違う写真でこうなんだけど。あ、やっぱそうや、熟成されてん。じゃあこれ入れよう。あ、限定や。あ、ちょっと待って、限定、これ限定品。入れていい、菊の御紋前にして入れていい。うわ、とろってしてる。大丈夫？でもそれ、ほんまに大丈夫や。あれだって腐った日本酒でも全然飲めるもん。それじゃあ
なんでいい初めての、なんか色すごいんですけど初めての天の座。あ、でもそういう色やほらほら。あ、ほんまや。いただきます。うわすごい味する。黒糖みたいな味する。美味しい。甘っ。めっちゃ甘いねんけど。ちょっと飲んでみる。いやらない。すごい。あのべっこう飴の味する。ん、べっこう飴。べっこう飴。うん、お酒じゃない感じ。あ、でもこれ結構なんかプレゼントしたら喜ばれそうなぐらい甘い。珍しい。珍しい。これ日本酒じゃないわ多分。日本酒じゃないっていう感じの。日本酒の酒造技術が逆に僕は日本酒じゃないっていうぐらい甘い。あの砂糖。あ、分かった、思い出した。あれや、あの発酵あんこ作った時あったやんか、うん、麹の味する。麹、甘酒の味がする。初めて飲んだ。なんか氷とか入れた方がよくない？って書いてる？分からんけど。いや、氷入れたらさ、味が分からへんくない。すごいな。という、うん、これは、でもアルコール度数は 15%。 そんなに？あ、ほら書いてる。日本酒度マイナス110度って書いてんだけど、うん、マイナスに行けば行くほどめっちゃ甘なるって、糖度が上がっていくっていう、うん、言ってたよ、うん、あの日本酒の店員さんが、うん、だからだいぶ甘いね。これはびっくりした。今まで飲んだ中で一番びっくりしてる日本酒で。へえ。多分日本酒飲まれへん人も飲まれると思う。ああ、そうなの。飲まれる、飲めると思う砂糖水やもん、めっちゃ。やっぱりそんな色やわ、この限定品のやつは。へえ、うん。でも他は違う、なんか写真の写りで変わる。甘いお酒が好きな人は好きかもね。あー、わかる。すごいな。めちゃめちゃ甘いねんけど。砂糖入ってないやんな。振ってから飲んでくださいって言われてんけど、振ってないねんけど。振らなあかん。で、もう一回飲まなあかん。トロトロやね。わかる？もう、なんかトロっとしてる。べっこう飴みたいな。気になってきた。ちょっと一口だけちょうだい。めっちゃ甘いで。ちょうだい。あ、じゃあ、この一杯。ちょっとさっきもちょっと飲む。ちょっと口につけるぐらいし。匂いがすごいな。と思うやろ？お酒の匂いや、やっぱり。うん。あの、口に入れてみ。あの、黒糖の味する。甘いやろ？わからん、甘くない、お酒や。そう甘いって言うから甘いかなと思ったけど、普通のお酒やん。ああ、やっぱお酒飲まれへん人からしたらそうでもない。マイナスなんて。マイナス110度。110度は作られへんって言ってたで。マイナス100切ることがむずいって言ってたで。あ、そうなん。あのおばちゃん、あ、おばちゃんとちゃん、あのお姉様。そうなん。うん、だから相当貴重なお酒やん。ソーダ割りにして飲んだりとかした。ああ、やっぱりな、うん、梅酒っぽいもんな、ちょっと梅酒っぽいかな。うん、甘いの、甘いの。すごいな。うわ、なんか残るわ残るわやばすげえ、この人5年熟成とか言って。5年置いてるってこと、うん、かな、いうことなんかな。置けば置くほど美味しい。色変わるんかな、分からん。5年熟成してももうこんな色になってる。腐ってるやん真っ黒やん。真っ黒やな。そんなありな。あ、だから時間置いたら置くほど色が変わっていくねんな。だって夏やもんないんだ、うんうん、でもずっとあの冷蔵庫の中入れててちゃんと。え、冷蔵庫の中入れるの、いいのそれ。うん、分からんけどなんか腐りにくそうやん、冷蔵庫の方が。いいのそれ。いや、分からん。うん、すごい美味しい。すげえ、うん、そうな、俺もよう知らんけど日本酒を
自宅で日本酒を保存する場合、冷蔵庫での保存がおすすめです。うん、日本酒は、常温で保存すると熟成の度合いが比較的早く進むため、冷蔵で保管した方がいいって書いてある。開封後はもう絶対に要冷蔵。開封したらもう一気に味変わん、もう衰えんねん。だからもう開封済みのやつは2週間を目安に飲み切りましょう。あ、2週間もいけんねんや。じゃあまだゆっくりちみちみ。まあでも冷蔵や絶対に。うん。一回日本酒あげたらもう1週間以上経ったら味変わっちゃうから、うん、もう料理に使ってる全部。まあそれまでに飲み切るけどね。これでもなんかこれも先喜ばれるんじゃない？うん。多分普通にこれはな。珍しいもんな。そう、梅酒みたい、ほんまに甘くて。大阪の酒やろ、つまり甘の酒やから。うん、大阪、河内長野、ホテルの裏に大阪府河内長野。河内ワインと甘の酒はやっぱりブランド品やな、大阪のお酒の中。あ、そう。今度河内ワインも買って飲みたいと思います。いつもなんかプレゼントとかでな、買いに行くことが多いけど、自分で飲むことは。これでもネットでは売ってないわ。嘘、ほんま。あそこのお店行かないの、売ってないかも。うん、だそうです。皆様なんか下手やな、売り出し方。違う、説明の仕方。味わい、あ、この先はとか言って、あ、とろりととか言ってね。え、なんかフラビリ訓練の記録とか、そんなんやろ。もっとなんかないの、口の中でとか。甘な酒飲んでみたいと思います。うん、なんか香りから違うぞ。いただきます、スルバル。ん？かー！なんてうまさだ。このほんのり甘く鼻から抜けるようなこのアルコール度数。これは本当に豊臣秀吉が愛したものだというのが分かったぜ。はい、ということで今日はすき焼きと甘の酒を飲んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんも家ですき焼き作ってみてください。甘の酒は、河内長野に行ったら売ってるので、ぜひ甘の酒で調べてください。そして山口愛理のチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。